前チンブエノスアイレス出身の元同国代表サッカー選手。ポジションはフォワード。ラトーレは、いわゆるマラドーナ2世と呼ばれた、最初のプレイヤーで、名前も同じであったことから、新たなディエゴとも呼ばれた。ボカジュニアーズとプロ契約を結び、1987年10月18日に CA プラテンセとの試合で、プロデビュー、即ゴールを挙げた。 1990から91シーズンにはリーグ優勝も果たしている。ブラジルとの親善試合で代表に選出され、その試合でゴールも挙げた。1992年には、共に1991年のコパアメリカで優勝したガブリエル・バティストゥータと共にフィオレンティーナに移籍したが、バティストゥータが、 フィオレンティーナの歴史に残る活躍を見せたのに対して、ラトーレは2試合に出場したに止まり、すぐに、リーガーエスパニョーラの CD、テネリフェ放出された。テネリフェでは69試合に出場し15ゴールを、上げた。1995から96シーズンの途中に、UD サラマンカへ移籍したが、22試合出場で、わずか1ゴールに止まり、チームは22位に低迷。 翌シーズンは、ボカへ戻ることとなった。アルゼンチンに帰国してからは、ラシンクラブや CA ロサリオセントラルでもプレー。その後2005年に引退するまで、メキシコやグアテマラでもプレーしている。ありがとうございます。